なあ、シン。お前の成績が落ちたのって、それってもしかして、つうかもしかしなくても、俺のせいなんだろ？それは、湊さんのせいじゃないです。じゃあなんで？最近四六時中湊さんの顔が頭に浮かんできて、俺が勝手に勉強に集中できてなかっただけなんで。だけなんでってお前。俺が湊さんを好きすぎるのが問題で、今さらそれをどうこうできるわけじゃありませんから、とにかく俺はそれを受け入れる必要があるんです。はあ？もちろんそれは喜ばしいことなんですけど、他にもいろいろ考えることがあって、何しろ俺は湊さんを好きすぎるので。なんでお前はそんなに。嫌になるぐらい好きですよ、湊さん。俺、やっぱり今日は帰って勉強します。湊さんに心配かけたくねえし。これ、たくさん食べてくださいね。